では決定係数というところに入りたいと思います。これは最小二乗法によって推定した回帰式。これが観測値にどれぐらいよく当てはまっているか、これを測る尺度を決定係数というふうに言います。この観測値 yi と内装値 y ハット i、この差が小さければよく当てはまっているというふうに考えることができます。すなわち、この残差 yi と y ハット i、この2乗は、これによって評価できるというふうに考えることができます。イメージ図を書いておきましょう。これは残差小さそうですよね。まあ、こんなのがあったら、ちょっと残差が大きいなというふうに考えることができます。先ほどの残差の2乗は、というのは、これは当然観測値の数増えると、よくその回帰直線が当てはまっていたとしても、その残差の2乗はというのは増えてしまいます。よって観測値の数によって、その残差の2乗はという計算結果の見方を変えなければいけない。このような欠点があります。では、この欠点を取り除いた観測値の数によらない尺度、これが決定係数で、この決定係数を求める際には、まず全変動というものを定義しなくてはいけません。全変動とは、観測値と平均の2乗和です。このように yi-y バーの2乗和。では、これをちょっと式変形したいので、無理やりですね、ここに、y ハット i、マイナスの y ハット i と、y プラスの y ハット i、それぞれ内装値、これをマイナスとプラスというふうに入れてあげます。そうすると、この部分ですね、これは残差になります。で、このように2乗を展開することができます。で、先ほどの全変動の式2乗で展開しましたが、その2項目、これを変形すると、この式ですね、これを変形すると、内装値y ハット i というのはこのように表すことができる。で、y バー、これは、同じようにして、アルファハットプラスベータハットの x バーと。そうすると、このような式になって、それぞれ、残差かける xi の和、残差の和というのは0になるという特徴、性質を持っていましたので、実はこの2項目というのは0になるということがわかります。よって、この全変動というのは、残差変動、プラスもう一つの y ハット i マイナス y バー、これの2乗は、これを回帰変動というふうに言って、このような2つに分けることができます。で、残差変動、これが小さければ、回帰直線がよく当てはまっているということになります。ただ、先ほども申した通り、n が大きいと、これ自体も大きくなってしまうので、これだけで見てしまうと、よくわからないということになってしまいます。そこで、先ほどの全変動イコール残差変動プラス回帰変動、この両辺を全変動で割ってあげましょう。そうすると、このような式で表されます。当然、左辺はもともと全変動だったものを全変動で割ってるんで、1になるということです。ここで決定係数 R の2乗というものを、このような式、すなわち全変動分の回帰変動という形で定義をします。全変動というのは、これは2乗和なので0以上、回帰変動も0以上。ちなみに、残差変動 EI の、2乗のシグマ、これも0以上です。および、必ず全変動というのは、もともとがこのように、全変動は残差変動プラス回帰変動で、これらは全部、この全変動も回帰変動も残差変動も0以上。よって、必ず全変動は回帰変動以上です。
よってこれから必ず決定係数というのは0以上1以下になるというのがわかります。このようにして、決定係数は全変動分の回帰変動。で、必ず分母の 全変動の方が大きい。で、すべて、0以上の数になっていると。こういう性質から必ず決定係数というのは0以上1以下ということです。で、かつ、この決定係数が1に近いほど、決定係数が1に近いということは、ここの途中のこの式で見ていただくとわかるんですが、1に近いということは、この残差変動が0に近い。残差変動が0に近いということは、これはよく当てはまっているということなので、決定係数が1に近いほどよく当てはまっていることを示すということがわかります。では、決定係数というのは、この観測値と回帰直線の適合度の尺度。これを決定係数で表します。もう一つ相関係数というのがありました。これは観測値の直線的な関係を表す尺度です。二つ見てみると、なんか似ているような感じがしますよね。ということは、何かしら関係があって、関係式を導き出せるんではないかというふうに考えます。では、全変動の式。このような式だったんですが、全変動の式を無理くりですね、このように、n 分の1と n、これを持ってきます。そうすると、この n 分の1以降の部分っていうのは、これは、分散、標本の分散になりますので、n 倍の sy の2乗という形になります。一方、回帰変動の式。この式ですね。この式はそれぞれ、この y ハット i というのはこのような α ハットプラス β ハットの xi。で、y バーというのはこのように α ハットプラス β ハットかける x バー。なので、この α の部分が消えてしまって、β を2乗にして外に出すという形になります。そうすると同じですね。ここの xi マイナス x バーの2乗のシグマのところというのは、無理やり同じようにしてここと、n と n 分の1っていうのをつけることによって、n 倍の sx の2乗という形で表すことができます。そうすると、この式、この β というのはもともと正規方程式を解くことによって、この四角に入っているような、このようなものでした。なので、これを当てはめてあげると。そうすると、この sx、の2乗というのは約分して消える。そうすると、このような n 倍の相関係数の2乗かける y の分散の2乗という形で表されます。これが、この回帰変動の式。これを変形していくと、これになります。で、決定係数というのは、全変動分の回帰変動だったので、その回帰変動のところにこれを当てはめるということです。そうすると、決定係数というのは、このように、全変動分の回帰変動。で、先ほどそれぞれ全変動と回帰変動が、このような式になるというのは分かっていますので、これ、約分できてしまうと。そうすると、相関係数の2乗になってしまいます。では、最小2乗法によって、係数 α、β を推定するときに決定係数を求めようという問題になっています。で、問題の1の2で相関係数が 0.9。これは算出済みになっています。よって、決定係数というのは相関係数の2乗になります。で、この相関係数 0.90 というのは求まっているんですけども、0.90 を2乗してしまうと、もう波数処理した後に2乗してしまうので、まあ、できることならこの波数を処理前のものですね。このような分数の式、これを2乗してあげた方がより正確に求まると。そうすると 0.80 というふうに求まって、まあ、割と、回帰直線がよく当てはまっているということがわかります。